こんにちは、マリンアンバサダーの有馬香奈です。今回はこちらのブースを紹介いたします。こんにちは。それでは会社名とお名前をお願いします。はい、私ですね、プリンセスヨットジャパンの保坂勲と申します。本日はプリンセス Y8号のご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、はい、こちらの魅力の説明をお願いいたします。はい、こちらの船はですね、後部のコックピットから前方の操舵席まで続くサルーンの広さ、そういったところからラグジュアルな空間が非常に多く取られておりますので、ぜひご案内させていただきたいと思います。それでは早速中に入ってみましょう。はい、はいはい、ではメインサロンの方ご案内させていただきます。すごい、何人でも座れそうなぐらい広い、ゆったりとしたスペースがございまして、はい、こちらの方にはテレビも上がってきますし、電動のモーターがございます。で、両方に大きな窓があって、非常に広い空間になっております。テレビまであるんですね。こちらの右手の方にはですね、ダイニングテーブルがございまして、こちら8人掛けになってます。これをエクステンドして伸ばして、さらに大きなテーブルになるんです。ダイニングテーブルまでさらに広くできる、驚きです。こちらギャレースペースになるんですけれども、こちらカウンターございまして、中からドリンクを運んで出していただいたりですとか、あとですね、こちらの壁がありまして、実はプライベート空間を作ることもできます。ちょっと動かしてみます。お示しいたします。このようなものがございまして、ここにプライベートな空間を作ることもできます。このキッチンで料理するのもとっても楽しそうですね。はい、ではキッチンの中の方へご案内いたします。はい、こちら十分なキッチンスペースが確保されておりまして、こちらが IH のクッキングヒーターとなっております。で、その奥にここもクルーの出入り口がございまして、クルーの動線を確保しております。オーナーさんやゲストさんが楽しんでいるところを邪魔せずに船の出入りができることになっております。で、こちら電子レンジとワインセラーもございます。で、こちらの扉を開けると冷蔵庫となっております。すごい、どんな料理でも作れちゃいそうな、普通のレストランみたいな料理は普通に作れると思います。ありがとうございます。じゃあそれでは運転席の方へ向かいます。はい、こちらがキャプテンシートになっております。ちょっとおかけになってみますか。いいですか。では座らせていただきます。すごい広くて景色もいいです。こちらモニターが4つございまして、はい、船内の様子ですとかエンジン、カメラを追加したりもできますし、はい、エアコンやライトの管理もこちらで全て行っております。はい、素敵な運転席でした。ありがとうございます。では今回特別に中に入らせていただけるということで覗いてみましょう。こちらロアデッキにはですね、4つのお部屋ございまして、こちらがオーナーズステートルームとなっております。一番幅の広くて大きなお部屋ですね。ゆったりとしたダブルベッドに、大型のテレビと両サイドに大きな開口部の窓がございます。で、こちらお手洗い、ヘッドルームと言いますけれども、ちょっと難しいですかね。ウォシュレットとタオルウォーマーと洗面台が2基とシャワーブースもございます。ではゲストルームの方もご覧になっていただけますか。はい、ではゲストルームの方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
その前にこちらに洗濯乾燥機。洗濯乾燥機、うん、結構ロングクルーズですとこういったものが必需品になってきまして、こちらは洗濯機と乾燥機が一体型のものになっております。でこちら両サイドにお二人ずつおたも、泊まれるスペースがございまして、こちらがツインベッドルームになっております。はい、で左舷側のお部屋も同じようにお二人泊まれるダブルベッドルームになっておりまして、こちらの二部屋にも、まあ、ヘッドルームがございまして、お手洗いの方も完備されております。で最後に前方のバーゲストルームですね。こちらもダブルベッドになっております。でこちらもテレビがあって収納スペースもたくさんございまして、こちらの方がお手洗いのスペースになっております。上の方に上がってみましょうか。はい、上の方にお願いします。それでは次はこちらの階段を上ってみましょう。お願いします。すごい広いですね。はい、はい、ちょっと最初に目に入るのはですねこちらのエリアかと思うんですけれども、こちらウェットバーといいまして、まあ、あの洗い物はもちろんできるんですけれども、こちらを開けるとバーベキューコンロが2台備わっております。でこちらで、まあ、お肉を焼いたりとか、こちらに冷たいドリンクを保管しておいてお客様にご提供することができます。こちらでバーベキューもできるということで素敵ですね。後方の方には広いスペースがございまして、その中の一つにこのスパバスというものがございまして、こちらはあの通常のジャグジーのようにお湯を張って楽しむこともできます。船の上でジャグジーとはとても豪華ですね。でこちらが皆様が、まあ、ゆったりと座れるスペースになっておりまして、で前方には運転席、操舵席がございます。で両サイドにもゆったりとしたスペースですね。足を伸ばして座ることも可能なスペースがございます。ちょっとおかけになってください。はい、じゃあ運転席に。すごい見晴らしが本当にいいですね。はい、とてもね前も横も後ろも一通り見えるポジションになっておりますので、とても運転もしやすいと思います。モニター3画面ございまして、下の運転席と同様に情報を取ることができますし、安心して航行することができます。でこちらの操船席なんですけれども、ちょっと屋根を開けることができますので、ちょっと動かしてみたいと思います。すごいですね。天気がいい日とかは開けて空を楽しむことができるんですね。はい、そうですね。ではプリンセスヨットの保坂さん、今回はありがとうございました。それでは最後に YouTube をご覧になっている皆様に何かコメントをよろしくお願いいたします。はい、あの私プリンセスヨットジャパンでは今回ですねプリンセスの F45、F50、 この Y85 の3席を出展しております。皆様ぜひご来場いただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。